Was it all in my head when you said you loved me? Cause no one can love me better than you did. And I'm still not over it. Did you forget I put you before me? Memories haunting me knowing you gave it up instead. You did. Was it all just in my head? おはようございます。今回は岡山県です。はい、岡山県です。岡山です。中国地方5県目です。ラストです。で、今日は岡山県のもう定番スポットだね、定番観光スポットを巡ります。はい、まあ、主に言うと日本三名園の後楽園、あとは倉敷の美観地区です。で、まずは後楽園行きますか。はい、日本三名園、あれこれで3つ目か。ちゃんと3つ行ってるじゃん。どこだっけ、あれどこだっけ、あれ富山、石川、金沢、あ、金沢か。一つが金沢の兼六園と、2つ目が茨城の偕楽園で、今日行く後楽園ですね。じゃあ行きましょう。行きましょう。暑いな。暑い。やばいやばい、今日やばいって。でも雷雨が予想されますって言ってた。シリが。周辺めっちゃ混んでたね。見過ぎです。やっぱ朝だからね、渋滞があちこちであって結構かかった。さあ行きますか。行きましょう。こっち？ちなみにここは1時間100円だったね、駐車場。もう後楽園の公式的な駐車場？目の前だし。そうだね。あ、もう左側後楽園か。お帰り。いや、持ってきた。はいはい。駐車券をね、忘れて。事前生産って書いてたね。一人410円。行くか。広いね。今どこ？あ、正門か。正門から入って、まあ、ぐるっと回ってみるか。花子読み今何？ハスぐらいか。お城がある。あ、本当だ。岡山城、岡山城見える。てか涼しいね。風が涼しいねえ。かっこいいね、黒いんだ。まあいいね、緑に囲まれて気持ちがいい。気持ちいいな。うん、静かだしね。今まで行った日本三名園の2つと比べてさ、緑多くない？季節かな。なんかあんまりこんなに広い芝生なかったくない気がする。これ遠洋亭かな。藩主の居間として使われた園内で最も重要な建物。立派だね。そして日向はやっぱ暑い。暑いだな。暑い。どんどん日陰に引き寄せられてってる。
わ、それ何？あ、これハス？これハスじゃない？うわ、こんなに咲いてるんだ。でかい。でかいな。枯れてる葉っぱに乗ってるんだけどさ、見える？超ちっちゃい。あんなちっちゃいカメいるんだね。見える？見える？見えます？この真ん中。かわいい。急になんか南国みたいになったね。ソテツ畑。ソテツ？異国情緒豊かな庭園樹として珍獣されました。あ、ちゃんと意味あるんだね。違和感だね、なんか。広くて見応えやばいね。見応えがあるわ。見どころありすぎて、うん、めっちゃ時間かかりそう。ゆっくり歩いてるとね。1時間じゃ足りないね。足りないね。まあでもこの後予定があるからね。まだそうだね。まあ今日はこの後天気悪くなる予定だし、そう、ちょっと早めにね、移動しないと。そうそう。こっちがエビ飯の単品、岡山名物のエビ飯単品で、コールスローついてくるんだね。で、そっちが今日のランチのご飯をエビ飯に変更したのか。ボリュームすごいね。これ何？鶏のカレーフリットと白身魚のフライかな。すごい。で、美味しそう。どうぞどうぞ。どう？いや、美味しい。美味しい？見た目は味濃そうだけど、どう？全然。食べやすいよ。あ、そうなんだ。エビちゃんと入ってんだ。うん、あ、ちょうどいい。美味しい。ちょっとスパイス系じゃない？岡山市から移動してきて、ここは倉敷市だね。美観地区。すごいね。もうこの通りがすごい。桃太郎発見。すごい、もうレトロな通りだね、ここ。あ、虫ついた。おお、すごい雰囲気いいね。船来た。あ、すごい、ここから来た。涼しいかと。ね、涼しそう。曇ってきたからちょっと雨が心配だね。あ、もうちょいプラプラ散策してみる。あちら雰囲気がいいわね。雰囲気いい。反対側、そっち側とかも歩いてみる、ね、橋もあるし行ってみよう。うん、反対側もなんか見渡せていいね、向こうの様子が。いいね、まったり食後に散策ね、うん、あと片手になんか飲み物でもあった。あー、もう最高だね。最高だ。今日はね、行きたいカフェがまだあるから
そうね。なんかどこ通ってもどこを見てもレトロだね。お店もいっぱい。本当にデニムだ。岡山デニムが有名だもんね。あーすごい。これまでなんかデニムみたいな、かわいい。これやばデニムマンだって。アイスも青いよ。へえ。これにするの？こっちも美味しそう。今ちょうど桃シーズンなんだね。よし食べよう。来ました来ました。これがお目当てのスモモモモパフェだよね。そうスモモと桃、主に桃だよねこれ。岡山県産のなんとか桃って言った。なんとか白桃じゃない。白桃か。めっちゃ美味しそう。いやこれは贅沢だよ。あとねこっちが白桃スムージー。これで S サイズなんだね。たっぷり。どう？めっちゃ濃そうだね。うわ濃いよ。美味しい？美味しいよ。量半端ない。確かに結構飲ん全然減らないじゃん。すごいシャーベットって感じだね。ごくごくいくと喉がキーン。わあ美味しい。じゃあこれ食べます。いただきます。もういっちゃいます。え落ちそう。落ちそうだからね。でもスーっていく。待って。でっかでっか声でっか。わあ美味しそう。うわ美味しそう。さっぱり系。顔がうざい。やばいな。うわあ。美味しいよ。あー美味しいね。美味しいね。下にもまだ入ってたもんね。そう、たっぷり桃だらけ。あーこれは幸せだ。桃尽くしで。いやー雨降ってきたね。やっぱ天気予報は間違ってなかった。ジメジメだよ。ジメジメだね。もうでも倉敷をさある程度散策した後に降ってきたから、よかったよ。あと一応一箇所ね行きたいところがあるんだよね。山の方に行って、まあ景色見れたらって感じだね。そうだね。まだ雨降るかもだし。着いた。和集山。もうそこ後ろ瀬戸内海。ちょっと見えるね。うん、ちょっと橋も 見えたけど、高い位置からじゃないと見えないんでね。ね、展望台行くか。行こうか。こっち雨止んでるね。
まあ、また降る前に行っちゃいましょうか。この観光後半の階段の追い込みやばいね。桃食べたから。桃食べたから。うん。元気100倍。元気100倍。どういうこと？わわわわ。蜂が通った。びっくりした。失礼しました。おお、見えるじゃん。あ、近くない？思ったより近い。え、ちょっと雨降ってきたよ。結構降ってきたよ。やばいやばい。もう雨男と雨女なんで、ダメだこりゃ。ね、よし。あー、でもすごい近いね。うわー、あれ、ここ渡ってさ、香川から静岡に帰ったんだよね。うわ、懐かしいね。懐かしいね。ちょっと雨がだいぶ降ってきたんで、この辺でちょっとさ、サクッと戻りますか。戻るか。写真だけ撮って。ちょっとね、戻ろうか。戻るか。ねえ、ちょっと。ねえ、消えようと思ったのに。消えた。せーの。バイバーイ。ただいま。ただいま。ただいま満喫しました。一日で結構定番スポットに行ったね。定番スポットだね。そうだね。まあ初めて来たし、定番に行けてよかったよ。うん。定番にしか行ってないからわかんないけど、すごい昔の街並みが今日は楽しめたって感じかな。和の感じ。そうだね。うん。桃美味しかったね。あ、桃美味しかったよ。ねえ、よかった食べれて。よかったよかった。ちょうど時期でね、タイミングよかった。また夏に入っちゃうとね、なくなっちゃうみたいだから。よかった。ということで、岡山観光これにて終了ですか。はい。はい、四国じゃないや。中国地方5県すべて行きまして、日本一周もあと残り3県かな。一応3県。3県です。さて次はどこでしょう。さあどこでしょうか、ね、どこでしょう。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。All the days I'm here.